どうもこんにちは、今回はですね、楽しみにしてくださってる方も結構いるんじゃないかなと思います。ST260 です。外のランタンなんですけれども、これはですね、ガス式のランタンになってます。ちょっとつけてみましょう。これいつも思うんですけどね、めちゃめちゃ邪魔なんですよね。今度外そう。はい、こんな感じのね、明るいランタンです。まあ、ガスをどれぐらい開けるかによって明るさもちょっと変わってくるんですけども、そんなに大量のガスは必要ないのかなという感じです。で、先日ですね、こちらを開封してキャンプで実際に使ってきました。なので、そちらの動画をご覧ください。そっちじゃない。2万とかする。佐藤さん、かわいい、ちっちゃくって。こうか、こうっすね。マントルは多分あのホヤを外した方が、うん、で、このピンクの方が確か下だったんですよね、大きい方。よく確認した方がいいよ。最悪じゃないこいつとかって思いながら、何回か入り切りしよったら、あ、名前が出てこない。あ、はい、もとこ代表作だった。いいとこよ。多少大きさが違うんです。だから何々を何やねん、コールマンやなんかだったらノスタの2000とか、そういう種類によって286とか型番によって、ね、うん、やっぱりそれ専用のやつがあったりする。そのなんか上が緑だったりっていうのは、そうですね、緑はあのメーカーに多分いろいろと思うから。そういうことなの、うん、なんか見たことあるんですよ。コールマンのやつは上もピンクはなかったと思う。上も下も緑が片方だけ緑だったかな。そういう感じで、うん、バーナーで破る。いい、上まで行ったらいいんですね。上まで行きそうですね。行ったらいいんですよね。やっぱ緑のとこまで行くんですかね。行くんでしょうね、きっと。それそのままもうちょっと上よ。あ、何もせず、何もせず、うん、何もせず、説明書だとなんかガスを開いたり閉じたりしながらって書いてあったんですけど。なるほど。ちょっと森林工たこうかな。私の前はこうかな。アマさん。あ、ここ行ったらエリアくん。あ、そっか、こっち全然しねえ。だいぶ離れてますね。ひっくり返り、悶絶するかもしれんけど。やばいやばい。あ、いい感じに燃えた。燃えましたね。やっぱね、この手は燃やしてるときそうでもないんだけど、移動中崩れたりとかして、ああいうことが多いから。そうですよね。これ崩れないかどうかがすげえ怖いんですけど、まあ、佐藤さん人間が崩れちゃうけどね、ホヤだけは崩れんから。あれ、ミラノルマもしかして。いや、まだ残ってた。あれ、えらい、あれあれ。でもそのうち軽く安定してくると思うんだけど。あ、あそこの頂上ぶっ刺してないからだ。やっぱり刺してないです。うん、あのね、てっぺんをに とんがりがおるんだけど、あそこにぶっ刺してない系なの、たぶん。まあ、綺麗な子は輪っかになってないね、まだ。ああ、なるほど。あの、なかったらもう佐藤さんの予備もらって。予備買ってない。買ってないです。ああ。マントル、あれ、入れ合うだ。あ、マジですか、うん。俺、下にやりすぎなんですかね、これ、マントル。うん、かもしれんね。うん、やっぱりこっから見てもやっぱ明るさが、ね、明るさが違いますもんね。あ、お皿、あ、そっちあった。これが美味しい。これ美味しかったです。箸がないよ、箸。これ箸が一人、箸。新品オニュー、これ書いてないよ。ま、穴の大きい方とか小さい方だっけ。あ、これがピンクが下だね。これはまた一応だったんです。他におらん。ヤギが難しかろう。いや、そうでもない、そうでもない。あれをちょっと触ったらすぐパリッと破けるけど、うん、破けたら終わるよね。萌え萌えろ、萌えいい女って、夏子って。そうそう、 あなた年齢差上昇。いや、最近ね、ローリーがカバーしてるんですよ。あ、そうなん。はい。で、それがめちゃめちゃいいんですよ。
今のあのライターのあれあれはそうそう、うん、あそうですレザークラフトのその辺にあったから使いよるでも萩城ってすごい喜んじゃったもんねあいやいやあれ良かったっすね あの試作品で作ったやつをあげたんですよ。ああ、なんで？ええー、そしたら喜んでくれたんで。下の方もちゃんと燃えてますもんね。ちょっと見せて。ちょっとこれでやってみよう。あれ？やってみましょう。小屋どこ行った？あ、ここにある。これはこっちだ。お父さん、お父さん。こっちだ、こっちだ。ああ。何？ああ。破りそうな。破りそうな。あれは。破りそうだけあいつはさと。ガス。チャックの明るさ違う。明るさ違いますね。ここ見て、ここやこれ。丸なった。わ、すげえ。もうほら同じぐらいになったら明るい。いやすげえ、うん。多分あれがマントルが新品じゃけ、こっちの方が明るいかもしれない。何か悪かったか。そう悪かった面としては。下まで下げすぎ。あ、下げすぎ。うん、わ、すげえ。全然明るいねこれ。それは違うよ。これやっぱりいいね、明るい。これをマジラカップで沸騰させてくれっていう人がいたんですよ。この火力で沸かないわけがないだろう。いや確かに沸かないわけがないですね、うん、満タン状態で今何時間か7時ぐらいからつけちゃうんだよ。1、2、3、4時間、あ、5時間ぐらいつくか。いやこれは絶対貝のランタンと思うよ本当に。 いいですね、うん、ええ感じ、歯湧いたんだね。いや、沸騰せんわけないっすね、これ、うん、いや、沸騰しよるよ。すげえな、うん、あ、もう、もう行くよ。あ、沸いたほら、沸いた、沸騰した。あ、すげえ早いでも、今日ぐらいの気温なら夜ちょっと寒いじゃん。今何度だっけ。もうこれ暖かいですよ、うん、暖かい。あ、まだガスたっぷりあるよ、15度多分6時間ぐらいいけるんじゃない。あ、はい、ということでですね、この外の ST260 実際にキャンプで使ってみました。まあその結果としてはですね、もう文句なしのものだと思います。このね、上の方はねかなり熱くなりますので、ちょっとしたストーブ代わりにも使うことができると思います。当然ですね、この上で、シェラカップなんかでお湯を沸かすこともできますので、ランタンとしての使い方はもちろんなんですが、それ以外のね使い方をやっても面白いんじゃないかなと思います。で、燃料はですね、この CB 缶カセットガスでいけますので、シングルバーナーを使ったりしている方はですね、この外の ST260 持っとけば、カセットガスだけで料理もできるし、ランタンにもなるという使い方ができます。まあ明るさがね、まず文句なしっていうのと、あとこのホヤですよね。ホヤもメッシュになってるので、よくあるランタンみたいにね、ここがガラスで割れるという心配もありません。で、このマントルのランタンっていうのを使ったことがなかったんで、もうこれぐらいの衝撃でも、このマントルが割れるんじゃないかなと思ったりもしてたんですけども、実際こううねうねした山道を1時間ぐらいかけて帰ってきて、それで全く問題がないので、思ったほどね割れやすいというものでもないんじゃないかなと思います。まあ、とはいえですね、注意は必要だと思うんですが、想像してたよりかは頑丈だなという印象です。ただちょっとと思うのが、この収納袋ついてるんですが、これをねそのまんま入れることになりますので、なんか大丈夫かなって感じがしますよね、やっぱり。で、これに入れてですね、なるべく揺れたりしないようなところ、例えばカバンの中とかですね、そういったところに入れるのがいいのかなと思います。実際僕もですね、バッグの中に入れて持って帰って、無事でした。めっちゃ触りたくなりますねこれ。ただ触るとダメなんだろうなきっとこれ。はい、ということでですね、今回は外の ST260 こちらをご紹介してみました。このガスランタンなんですけれども、買いか買いでないか、これで言えば 100% 買いだと思います。手元だったりとかですね、足元、そういったところをですね十分明るく照らしてくれるランタンだと思います。この外のね ST260 気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは